どうも赤崎赤星瀬尾赤星マシマシ TV。 あらららら、らさあ今回ね、昨日について麺屋長次郎、まあ、昨日ね、はい、赤星が通常のメニューを食べましたけど、そうす、ね、僕も同行したん で、 そうなんです、今回僕バージョンを大丈夫か、お願いします、はい、行かせていただきますんで、ぜひともよろしくお願いいたしますということで、はい、お願いいたします。どんな編集になったのか気になってます。あ、そこですか、はい、まあ、ちょっとね、おさらいになりますけども、はいはい、じゃあ JR 総武線、都営新宿線の元八幡駅から徒歩3分ということでね、はいはい、夜はですね、ポーク&ワインのポルコというバル携帯のお店として営業してます。あ、ね、ちょっとね、看板が分かりにくいですけども、まあ、こちらを目印にして行ってください。長次郎の文字がないという、まあ、そうですね、うん、でめちゃめちゃありますけども、全部書いてまあ端的に言うと、豚麺と豚麺の汁なしの2種で、各種大盛りとかいろいろあるということですね。こちらですね、これだ、プレミアムモルズのプレミアム超達人店という、はいはいはい、こちらね、ものすごい基準が厳しいということで、つまりビールがうめえってこと。そうですよ。なるほど、まとめると。なおかつラーメン、二郎系を出している店でこうなってるのは超レアってことですね。あ、そうか、バルよね、バルだ、バルですから。なのでもちろん僕は行かせていただきました。でハイボールともちろん二郎系なんで、黒ウーロン茶も置いているので、こちらも頼んでくださいということですね。これいいよ、ビールから来た。先にビールから行かせていただきました。グビッと行きまして、ちなみに午後3時ということで、昼下がりのね、もうね、もうちょっと遠い目をいきなりしてますけども、まあ、うまいよ。いや、うまいですよ ね、 うまそうですね。あ、でこちらで着丼でございます。もうすでにちょっとアルコール入ってる状態ですからね、なるほどね、もう早くも締めということで、でこちら豚麺汁なし、はい、で豚2枚ですね、はい、でここで僕野菜抜きをいかせていただいてます。そうだね、ちょっとこれは僕がリクエストしてて、はい、やってみてほしい、ね、なぜだね、茶色をねちょっと増やして食べてもらおうかなと思って、濃さを、あ、なるほどね、そうそうで豚の拙者から、別に言わなくていいです、豚からでいいです拙者からお願いします。はいはいはい、でこちらいただきまして、今の顔やめろよ、普通ですよ、はい、繊維質で食べ応えがありつつもほろっと、うんうん、決して硬くない、柔らかいということでね、食べやすいということで、いや顔はいいだろ、だからもうジジイなんだから、いやいや、まあ30歳ですけども、まあ2枚入ってるのも大変嬉しいということで、腕肉なんでね、そうですね、こちらからまずいただいてます。でビール、あ、いいね、もうつまみですね、おつまみチャーシューみたいな感じで、豚で飲むビールはうまい、これ絶対合うだろうな。で麺の拙者です、麺の拙者です、はい、麺でいいんだよ、こちらもね、拙者、顔なんだよ、いやだからそれはいいだろ、これ何、このツヤがねめちゃめちゃあるんで、決めてくる、じゃあまずはね、ちょっと混ぜずにデフォでいただきます、はいはい、で小麦が香ばしく香り、味が非常に絡むということで、とても美味しいです、で油もプルプルでね、このまま食べたいところなんですけども、天地返しで混ぜまくります。ビールとなんかすんのかと思ったらびっくりしたけど、天地返しで混ぜるんですね、はい、混ぜていきます、はい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 、ちょっと入念にね、あ、まあ、汁なしですもんね、まあそうですね、はい、そうだよね、でニンニク油辛めが絡み合い、はい、麺がジャンクに進化、ニンニクのね辛みもありますから、はいはい、で野菜抜きなんで濃い味なんでね、あ、ビールに非常に合います、おつまみ向きというかね、すごい合うよね、で胡椒入れていきます、はいはい、まあ、僕ね、関内二郎の汁なしが大好きなんで、はいはい、やっぱブラックペッパーがめちゃめちゃ効いてるうまさがあるじゃないですか、汁なしはそうだね、うん、ちょっとね、最初に甘口も堪能しつつ、やっぱりキリッとね、そう混ぜてから追い胡椒でいただきますということで、でどんどんビールがうまくなっていきますね、両方ともビールもどんもうまくなっていくって感じで、プレミアムだねこれはね、さらにプレミアムで、でこれちょっとね、赤星が僕もね行きましたよ、ちょっと下戸なんですけども、すっごい飲んだ、香りもね、あんまそんなワインみたいにテイスティングしたよね、一瞬で、いや飲んでない可能性も、すっごい飲んだ、しかも飲んでじゃないですから、自分から名乗り出てのホップ聞いてたよ、でアフタービール、はいはい、グビッと飲み干して、すいませんこの時間からっていう感じですね、はい、会員完食でごちそうさまでしたということで、ごちそうさまでしたということですね、はい、いただきました、あ、ちゃんと会員のグラス、会員の方もね、ありがとうございます、会員でなかなかグラスの方行かないけどね、やっぱ ね、はいはいはい、というわけでね、今回はちょっとマシマシレベルに加えて、はい、ビールレベルも設定させてもらってます結構ね、ちょっと項目多めですけども、あ、はい、で、赤文字の方でマシマシレベルいきます、従来とかで、マシマシレベル89で、ビールレベルが 97.8 ということで、あら、満点、ほぼ満点ですね、もうちょっと見たかったけどね、どの数値がどの数値なのか、まとめていただいて、そうですね、
こういう時のために一時停止ボタンがあるのかなという。なるほど、はい、なるほど。やっぱり雰囲気も良かったですしね。そうなのよ、うん、そう、あの追加情報なんですけど、はい、店員さんね、あの元々は和食の料理人さんなんだよね。はいはいはい、和食ので、鬼会にもお店があって、はい、で、あのもしかしたらこの和のお店の締めでこういったラーメン出す可能性がある。あ、言ってましたね、そんなことね。そうなんですよ、はいはい、そうなったらぜひとも行ってみたい。夜に行きたいね、もう一回。あ、そっか。そうそうそう、昼に行ってそう、お酒オンリーでもしかしたら次行ってるかもしれないで。あ、はっきり言ってください、夜出してないからってな。あの、お酒です、お酒です。あの、その動画ももしかしたらバシマシ TV で上げられたらいや、マジで、あら、乗っ取るつもりで、グビグビ TV で勘弁。あ、勘弁ですか。した NG出ました。じゃあ昼にもう一回行かせていただきますんで、よろしくお願いします。個人的に行ってください。個人的にね、個人的にガンガン行きますんで。お世話になったね。はい、お願いします。ありがとうございました。ごちそうさまでした。